なんか前髪がうまくいかなかった。さっきね、風呂場の水舐めて怒られたんだよね。こっちに綺麗なお水があるのにさ、なんで猫って汚いところの水ばっか舐めるんだろう。驚き、ただらき、おはろき、整形アイドルただらきちゃんです。お願いします。今日は皆様にご報告なんですが、私、目の手術をします。眼球の方の手術をします。まぶたではなく。いつも整形ばっかりしてるから、多分そっちの手術だって思われるかもしれないんですけど、眼球の方の手術をしてきます。ちょいちょい動画で言ってたんですけど、私、視力がね、悪いことがすごい嫌というか、目が良くなったらいいのになぁ、みたいな感じのことはずっと思っていて、それを叶える時がついにやってきたという感じでございます。1ヶ月ぐらい前にやったオルソケラトロジーっていうレンズを寝る時に入れて眼球の形を矯正してっていうやつはちょっと合わなかったみたいで、あんまり良くならなかったので、それはもうやめました。で、新しくやるやつが ICL っていう結構新しい技術なんですけど、もうレンズを眼球にそのまま入れちゃうっていうやつですね。切るんですって。瞳孔をバーって開いて、そこからなんかちょっとよくわかんないんですけど、どっかを切って、なんかこう入れるみたいな手術を受けるんですが、この間、レンズを発注してきて、まあ最長で3ヶ月とかかかるらしいんですけど、2週間ぐらいで届いて、あ、もうできますよって言われちゃったから、心の準備もへったくれもなく、手術日をこの間決めてしまったので、今ご報告してるんですけど、レンズ代がまず50万円かかりました。手術代を含めたら、もう100万円を楽々超すぐらいの値段になるんですけど、結構多分高いところでやります。まだ手術代はね、払ってないんですけど、もうすでに50万円この間入金してきまして、もうなんか、なんでこんなにお金かかるんでしょうね、私、顔に。あと、何十万円払えばいいのかなっていう感じで。値段を気にすると時間を失っちゃうので、私は。なので、あんまり考えないように、本当に必要だって思った、そういうものに関して、整形とか、そういう手術に限らず、買い物とかも、もう値段を見ないようにするんです。絶対今必要だ、自分はもう、ときめいたって思ったら、もう値段見ないで、そのままレジに持ってくっていうのをね、もう心がけていて。まあ、その感じでやったら、今回も100万越したんですけど。まあ、どちらにせよ、レーシックとか、オルソケラトロジーとかっていう視力矯正の手術は考えていたので、お金もね、かなり余裕を持って口座を分けて貯めていたので、すごい良かったって思ったんですけど、やっぱ健康が一番高いですね。整形も高いですけど、でも、まあ、整形を仮にしたとして、健康的な被害が出た場合に、その健康を取り戻す方が多分高いですから、みんなも今ある健康をね、大事にしましょう。どの口が言ってんだって感じですけど。なんかその ICL っていう整形じゃねえや、なんだっけ、手術が怖くてね、私結構ビビってるんですよ。だから、手術中の映像を出すっていうことは今回はしないです。なぜかっていうと、私が怖いから。やっぱり毎回整形の時とかに撮影してて思うんですけど、取り乱さないようにしなきゃっていう気持ちがすごい心の中にあって、まあ、それが精神を和らげてくれることもあるんですけど、やっぱりもうカメラが回った瞬間に、とどろきちゃんにならないとっていう、一患者としての視点をなんか失っちゃうわけですよね。ちょっと切り替えてるんです。でも今回はね、本当に眼球の手術っていうことで、私、まぶたの手術でも本当にビビったぐらいいて、目に関することがめちゃめちゃ苦手なんですよ。眩しいのが本当にすっごい嫌いで、眩しいってだけで、本当に発狂しそうになるぐらいに本当に嫌いなんです。撮れる心境じゃないかなっていうのと、切り替えられるかなっていうのが不安なんで、今回は帰ってきてからの、レビューっていう感じになります。なんか点眼麻酔をするから、目薬みたいなやつをするから、全然平気ですよってね、視聴者さんから言っていただいたんですけどね。もう、でも眩しいでしょ？きっと。眩しいのは眩しいでしょ？で、その点眼麻酔と、あと、刺すやつも実際やるっていうふうにおっしゃってたんで、胸膜と角膜の境目を数ミリ切開しますって書いてある。ここなんか横のところを切開して、レンズ、事前に発注していたレンズを差し込んで、虹彩と、水晶体の間で固定します。何のこっちゃわかんないですね。でも確か、なんだっけな、白内障
緑内障、あ、どっちだっけ、なんかそういう目の病気になった時はどっちみち抜かなきゃいけないらしいので、半永久的ではありますけども、抜かなきゃいけなくなるタイミングはいずれ来るかもしれないですみたいなことは言われました。まあそれにしたって何十年かね、コンタクト入れなくていいってなったら私的にはかなりコスパもいいし、なんか私ドライアイらしいので、やった方がいいんじゃないかなっていう風に思って今回決意をしたんですけど、今回は活動休止とかはもちろんしませんので、目が治り次第っていうか、なんか次の日から全然働いてる人とかいるっていう風に眼科の人がおっしゃってたんで、多分わりかし早くレビューができるんじゃないかと私は思っています。すっごい楽しみなんです。今から起きてもうコンタクトつけた状態みたいなところが見れるのがすっごい楽しみなんで、今月の末ぐらいに手術なので、いや中旬ぐらいかな、1週間2週間後ぐらいって思ってもらえればと思います。まあ、そんな感じでどうなるかちょっとわかんないんですけど、手術中の話とかもしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。というわけで今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。また明日この動画でお会いしましょう。またねー。